柿食えば金がなるなり法隆寺俳人正岡子規の有名な俳句です。奈良といえば柿のイメージがあるのではないでしょうか。奈良県は全国第2位の柿の生産量を誇ります。9月から始まる収穫期には約250軒の柿農家さんが収穫した柿をここ西吉の柿選果場へ出荷します。その数毎日約70万個から100万個。収穫期の9月から12月上旬にかけて休むことなく毎日稼働し、運び込まれた柿を選果し発送します。最新のテクノロジーにより機械化が進み、柿の品質やサイズを自動選別していきます。ワーカー歴4年目のベテランのお二人にお話を伺いました。東京の月島っていうところから来ました。私は東京の町田市から来ました。ちょっと南の方、奈良市より南寄りのここら辺はあんまり来たことがなかったので、それでより興味を持って最初は応募させてもらいました。古墳で有名な飛鳥っていう場所も近いので、立地的にも面白いところ、神社仏閣巡りで楽しめるかなと思って応募したのがきっかけです。奈良県の南部はよく知らないので来てみたかった、史跡巡りができるので応募したということですね。朝7時30分ワーカーさんが送迎バスで到着です。8時、作業開始です。ロボットを使って柿を箱詰めする作業の担当がメインになります。メインは選果と箱詰めになると思いますね。農家さんから運び込まれた柿が選果ラインにやってきます。流れてきた柿を規定に沿った基準で目視や触診で選果していきます。最初からうまくできる人はいませんが、丁寧な OJT によりすぐに選果できるようになります。もちろん楽しくやってます。もちろん楽しいです。このお仕事を楽しんでいるということですね。ワーカーさんの手により選果された柿は自動選別機に送られます。最初に柿の品質やサイズを自動判別し、コンベヤーを流れていくうちに箱詰めラインへ流れます。ここでは品種やサイズにより定められた個数や配置を手作業で行います。ワーカーさんの腕の見せ所です。並べられた柿はロボットと呼ばれる吸引アームにより一度に吸引されて箱詰めされていきます。品種やサイズでロボットが使えない柿は別の手詰めラインに流れて手作業で箱詰めしていきます。そして最後に梱包されベルトコンベヤーで出荷エリアへ運ばれます。大自然の中で汗を流して農家さんと一緒に働く、そういった刺激的なイメージとは違いますが、縁の下の力持ち、奈良県の柿農業を舞台裏から支えているお仕事です。柿農家さんからも感謝されています。教科書でも見たような名所、有名な風景がたくさんあって、そっちの方は結構行きやすいので、それで休みの日が結構楽しめるっていうのもありますね。やっぱり人の温かさに一番魅力を感じて、五条市西吉の選果場を選んでます。ワーク期間は3ヶ月。奈良県南部五条市の魅力を満喫しつつ、私たちと一緒に働きませんか？詳しい内容は JA 奈良県西吉の柿選果場のホームページをご覧ください。